上の黄色いお菓子がチールンコウであるチールンコウは沖縄県の虫菓子である小麦粉と鶏卵を原料としたもので一見卵焼きに似たカステラ状の虫菓子である赤く染色した落花生とキツモチが入っている落花生の色で色彩にアクセントがつき見た目が美しくなりキツモチの柑橘類の香りで卵の生臭さを取り除くなど極めて優れた工夫が見られる 卵をすり鉢ですることで空気を入れ、ふんわりした味わいを出すことが肝心であるとされる。発音や製法から中国新代以降のチータンコウが伝来したものと考えられている。中国のものは果実の砂糖漬けや好みをまぶしているものもある。ケーランコウに対するチールン、コウという読みは現代クレ方言に属す、石膏小雲州方言でカステラを指す。 チーライコーに近いが、全く同じ発音の方言は見出せない。現代中国語で鳥の卵を、卵と呼ぶのは、石膏省南部のクレゴのほか、福建省などの語、関東省などの発火語などに限られる。信代のチャンス省では、ケ卵ランのことをチータンと呼んでおり、ネーハあたりまでこの語が使われているので、石膏省南部か福建省から伝わったものと考えられる。また、 石膏省では、流誘発膏のように、孵化して多くの空洞を持つ虫菓子も伝統的に作られているが、通常は米が原料である。膏という字は米などを練って加熱した食品のことを指した。そう現代の秀密の竹林九寺六館には、李岸には各種の膏があり、麦膏という麦を使ったものもあったことが記されている。しかし、卵を使うものはなく、 ケイランと小麦粉を使うものの明確な記録は信頼に、石膏省や河北省で役人を務めた理覚スの木が、記した聖塩録に見える、醸成要項が、最古と考えられる。このレシピでは、小麦粉一斤、白砂糖半斤、卵黄十六個、酒蔵一椀、酒かすの絞り汁、水少々を合わせて、箸で混ぜ、温かい場所で発酵させてから、せ炉でふかすとある。 ありがとうございます。